皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校6年生の国語、友達の意見を聞いて考えようの3時間目の内容です。前回の学習では、 自分の考えと友達の考えを比べるときには、同じところ、共通点や違うところ、相違点を見つけることが大切であると学習しました。今日の課題は、友達の意見を聞いて、自分の意見についてもう一度考えようです。教科書は 50ページですワークシートの3時間目用をダウンロードし、プリントを手元に置いて学習しましょう。 今から佐藤さん、吉田さん、山田さんの3人が、テレビ、新聞、インターネットのそれぞれを選んだ理由について意見交換している音声を流します。メモ用紙を準備し、大切だと思うところはメモを取りながら話を聞いてください。 メモが取り終わったら共通点や相違点納得や共感したところをワークシートにまとめましょう終わらなかった場合は再度聞き直しても構いません時間の目安は20分ですテレビを選んだ佐藤さん 僕はテレビがいいと思うよ。なぜなら限られた時間の中でいろいろな情報を知ることができるからだよ。それに動画だから色や音がわかるのでわかりやすいし、その出来事に関心を持つことができるよ。 新聞を選んんだ吉田さんやっぱり新聞が一番さだってテレビは見逃してしまったらわからないままだけど新聞なら読みたい時に何度でも読むことができるじゃないかインターネットはみんなが操作を知っているわけではないしね インターネットを選んんだ山田さんこれからの時代はインターネットだと思います。検索すれば必要な情報を動画でも活字でも知ることができるし、自分の意見などを発信することもできますから。 3人の意見を聞いて自分の意見との共通点や相違点納得や共感したところをまとめることはできましたかそれでは今日の授業はこれで終わりです次は他の人の考えを聞いて自分の考えを深めるためにはどうしたらよいかについて 考えますこれで茨城オンラインスタディ小学校6年生の国語友達の意見を聞いて考えようの授業を終わりにします。